私はパニコ、30歳のパート主婦です。1年前に2年お付き合いしたカズヤと結婚したばかりの新婚よ。雑貨屋さんでパートをしながら仕事を頑張っているカズヤのために、美味しい料理を作ったり、お部屋をきれいにしたりしています。そんなある日のこと、カズヤから出張の話をされました。カズヤは営業の仕事をしているんだけど、1ヶ月に1度程度出張があったりします。パニコ、今週末から1週間の出張になりそうなんだ。あら、そうなの？今回は随分長いのね。今までは長くても2泊3日くらいだったのよね。それが初めての海外出張だよ。バンコクだってさ。バンコク？ああ、うちの会社もいよいよ海外に進出するらしいんだ。そうなのね。寂しいけどお仕事じゃ仕方ないし、時間が取れそうならちょっと観光もしてきたら？ああ、そうだな。パニコにもお土産たっぷり買ってくるよ。うん、楽しみにしてるね。そしてその報告から数日後、カズヤはバンコクへ出発しました。その後にやってくる最悪な事態を、この時は知ることもなかった私。私は私で、結婚してから初めての長い一人時間を楽しみにしちゃってたんです。よーし、思いっきり満喫するぞ。1週間ものんびりできる時間があるんだもの。私の方も充実したプライベートタイムを満喫しないとなって思っていたの。一人なら家事も最低限でいいしね。1日目の夜は仲良しのみずほと女子会という名の飲み会を開催しちゃいました。ほろ酔いで帰ってきたけど、明日はパートも休みだから早起きする必要もなし。私はそのまま夢の中に落ちていったんです。ところが突然スマホがけたたましくなりました。あ、誰だろう今頃。寝ぼけまなこでスマホを見るとまだ朝の3時。ディスプレイには知らない番号。なにこれ、迷惑電話？そう思って一度はスルーしたものの、それから間もなくまたもやかかってきたかと思ったら、それからずっと鳴りっぱなしなんです。私はあまりのしつこさに電話に出てみることにしました。もしもし。私はムッとした声で電話に出ました。もしもし、パニコさんですか？どちら様？ああ、私、隣町警察署の田口と申しますが。は？警察？朝っぱらから新手の詐欺？警察の厄介になるようなことは一切ない私。詐欺かなって疑ったんですが、こんな朝早くから警察の方が何のご用かしら。詐欺とかだったら許さないわよ。あ、いえ、本当の警察です。パニコさんは和也さんの奥様ですよね？え？ああ、そうですけど、それが何か？実は和也さんが救急搬送されました。え？あなたやっぱり詐欺かなんかでしょう。朝っぱらから嫌がらせとかやめてもらえないかしら。うちの夫は昨日から出張で国内にいないの。なのに救急搬送、いたずらにも程があるわ。バンコクで事件や事故にあったんなら、隣町警察署から電話が来るわけないもんね。ところが相手はこう言ってきたわ。本当なんです。実は通報がありまして、通報先に駆けつけたところ、ご主人が非常に危ない状態で発見されたんです。え？ご主人は今もまだ意識が戻っていないんです。今すぐ隣町病院までいらしてください。いろいろ詳しい事情を聞くと、どうやら本当のことみたい。一体どういうことなの？思考がまとまらなくて、不安で怖くて泣きそうになりました。でもなんとか簡単に身支度をし、急いで隣町病院に駆けつけたの。受付に名前を言うと、救急処置室前まで連れて行かれ、中を覗くと隙間から見えたのはカズヤの姿。状況が分からずおろおろした私のそばに、警察官と一人の男性が近づいてきたんです。
パリコさんですか。先ほど連絡しました、隣町警察署の田口と申します。ああ、はい。突然のことで驚かれたでしょう。ああ、こちらマリナさんのご主人の匠さんです。マリナさん？ああ、はい。マリナって名前も匠って名前も知らないんだけど、一体誰なのって疑問でした。警察に通報したのは僕なんです。実はご主人とマリナはそういう仲だったようでして。え？ダブル不倫ってやつですね。実は僕も最近知って、ちょうど調査会社に調べてもらっていたんです。はあ、まるきり知らなかったわ。というかそんな素振りさえも見えなかったんだけど。結婚してまだ1年なのに。僕たちは半年ですよ。はあ、私も匠さんも一緒にため息。ご主人とマリナは同僚です。僕たちは3ヶ月前に地方から引っ越してきたんですよ。それでマリナは支社から本社に移動になりまして、どうやらその頃から2人の関係は始まったようです。なーに？そうですか。それにしても一体どうしてこんなことに？実は僕海外出張でして、昨日出発予定だったんです。でも取引先の都合が悪くなりまして、急遽出張が取りやめになったんですよ。それで家に帰って鍵を開けたら、見たこともない男物の靴があって。あー、なるほど。その時2人で風呂に入っていたらしいんですけど、僕が行ったら風呂場に鍵をかけていてね、その状態のまま風呂場から出てこられなくなったらしくて、それで2人揃ってのぼせて倒れたってわけですよ。それで救急車呼んだんです。そうでしたか。たく、情けないし恥ずかしい。何やってんだよあいつは。しかしこうなると、今まで出張と偽って散々浮気してたってことになりそうね。許さないわよ。時計を見るとすでに朝の6時になっていました。私と匠さんは救急搬送されて意識がないんです。今すぐ病院に来てくださいって両親や祖父母に連絡したんです。1時間もしないうちに義両親に私の両親、祖父母まで勢ぞろい。匠さんの方もマリナと自分の親御さんが勢ぞろいしました。さらにはそこに会社の上司たちも。みんなが勢ぞろいした頃、和也もマリナも意識が戻っていた感じだけど、この状況のヤバさに意識がないふりをしてるわ。バレバレだったけどね。でも集まった親戚たちは詳細を知らないから、みんな本気で焦っていたわ。パニッコ、一体どういうことだい？和也くんが救急搬送ってバンコクに行っていたんじゃないのかい？それがね、どうやらバンコクという名の隣町に行っていたらしいわ。なに？それどういうことだ？実はね、カクカクシカジカで、私と匠さんは一部始終を集まった親戚たちに話したんです。じゃあ和也くんはこの3ヶ月パニックをずっと騙してたってことかな？可愛い孫になんてことをしてくれたんだこの男は。おい母ちゃん、このまま黙ってられねえな。怒りまくるパニケに対して和也の両親は平謝りです。匠さんの方を見れば、マリナのご両親が同じように匠さんに何度も頭を下げていました。目を覚ましたらどうしてやるかね。刻むか、ちぎるか、沈めるか、そんなふざけたことをするやつだ。あの家へ行く覚悟はできてるんだろうからね。和也の布団もマリナの布団も小刻みに震えているわ。そこで私はわざとらしく言ってやりました。あら、なんだか布団が動いてお目覚めかしら。ぐぐぐぐぐぐ。どうやら慌ててタヌキ寝入りを加速させたようね。すると、おいてめえら、あ、なんだ起きてんじゃん。すると半べそをかきながら、まずはマリナが言い訳。
悪いのはその男よ。急に家に押し入ってきて、警察に連絡してよ。警察ならここにいますが。は？お二人が目覚めたようなので事情聴取をさせてもらいたいんですけど、マリナさんがおっしゃったことは本当でしょうかね。悪者にされそうになったカズヤは真っ青になって焦ってこう言ったわ。おい、何を言ってるんだ。俺のせいじゃないだろ。旦那が1週間いないから来てって言ったのは君だろ。それなのに俺だけのせいにするなよ。でもいつもみたいに外で会ってたらこんなことにはならなかったわ。カズ君が君の部屋を見てみたいななんて言うから。俺が悪いってのか。すると田口さんがこう言いました。どうやら事件性はないみたいですし、民事不介入ということで我々はこれで失礼します。そして一緒に来ていた警察官たちと病室から立ち去りました。するとそれまで黙って聞いていた母が大声で怒鳴りました。てめえら、大勢の方たちに迷惑かけて覚悟はできてんだろうね。和也くん、どう責任取るつもりなんだい。いや、これにはわけが。おや、まあどうやら先に何をするべきかも分かってないようだね。間違いを起こしたと思ってんなら一番先にすることがあるんじゃないの。パニコ、ごめん。あら、謝らなくたっていいわ。まあ謝られたところで許すわけもないけど。そんな当たり前でしょ。あなたの謝罪には何の価値もない。私にはもう何も響いてこないわ。ちょうどご両親もいらっしゃることだし、二人がどんな風に僕たちを裏切ってきたのか調査した結果を披露させてもらうよ。ああ、そういえば調査会社に依頼したって。まずこの二人は会社の同僚、マリナに和也さんが指導してたって立場です。それでお互いの出張の時に休みを取って出張先に同行していた。勤務中もベタベタしてて、同僚たちの間でも二人の関係を噂する人たちも多かったそうです。それに関しては私も聞いたことがあります。二人にはそういう噂があるから気をつけるようにと注意したことはありますが、まさか出張にまで同行していたとは。わしの可愛い孫にこんな仕打ちをしよって、わしらを敵に回したいい度胸だ。家族総出で制裁だよ。今回はあんただけじゃなく、そこにいるだらしのない女も一緒にね。おめえら終わったな。あんたら琵琶湖と霞ヶ浦どっちがいい。何それ。あんたらが沈む場所さ。お母さん、慰謝料の支払いが終わってからにしてね。カズヤ、マリナさん、あなたたち二人は徹底的に責任取るまで許さないから覚悟しててね。ねえ、タクミさん。その通りだ。僕も絶対に許さない。やだ。二人ともその慰謝料に加えて会社からも請求があると思っていなさい。会社側も君たちの出張やその他のあれこれについて調べさせてもらう。損害賠償を支払ってもらう可能性もあるから覚悟するんだな。その後、会社の調べにより二人は出張だけではなく勤務中にもサボってデートしていたことが判明。さらにはそのデート代も交際費やら接待費として会社に提出していたらしいわ。それにより二人は首だけではなく損害賠償を請求されました。私と匠さんへの慰謝料と損害賠償で二人が支払う額はものすごいことになったの。新しい職を探そうと思ってもパニ家の仕業か神様の仕業かなかなか見つけることができないらしいわ。よって二人ともアルバイトの掛け持ち。朝から晩まで休むことなく働くものの、働けど働けど泡のように消えていくから自分たちの生活もままならないらしいわ。ま、自分たちがまいた種、自業自得ってことよね。一方の私は結婚生活を解消してから実家に戻りました。そしてパートだった雑貨屋さんの計らいで正社員として雇ってもらうことになったんです。吸ったもんだが一段落して家族でお茶を飲んでいた時のことです。
パニッコ、あんな変な男と別れて正解じゃ。次はわしがパニコにぴったりの男を見つけてやるぞ。祖父が急にこんなことを言い出しました。確かに今回は家族みんなに心配かけちゃいましたから、祖父がそう言いたくなる気持ちもわかりますけどね。おじいさん、それは不要ですよ。たまたま今回はハズレくじを掴んじゃっただけなんですから。そうだな、次はきっといい男と出会えるさ。ありがとう。次こそは素敵な人と出会えるように頑張る。なーに、もしまた変なのを捕まえたら私たちがしっかり制裁してやるから安心しな。いやいや、次こそは絶対に素敵な人と巡り合うもん。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。